武田宮は、明治後期に、北白川宮義久親王の第一王子、高級王が創設した三宅である。現在の皇位継承問題などと絡んで旧皇族の中では露出度が高い。武田宮グー高級王詳細は、武田宮グー高級王を参照初代高級王は、義久親王の第一王子として、1882年に誕生、1906年に明治天皇より、 武田湯の宮号を賜る。1908年に、明治天皇の王女、政子内親王と結婚した。高級王は、陸軍士官学校、陸軍大学校を卒業後、騎兵将校の道を歩み、陸軍騎兵大佐を経て、1920年陸軍少将,将に、進むが、36歳で皇居。政子人の間に、常吉王、佐野城皇夫人となった、霊子女王を設けた。 武田宮、常吉王、常吉王と、孔子妃詳細は、武田常吉王、三章二代、常吉王は、1909年に誕生。1919年に、父宮の皇居により、わずか10歳で三宅を相続した。1934年に、皇爵、三条、金テルの娘、講子と結婚。父宮の遺志を継いで、陸軍に進む、陸軍士官学校。 陸軍大学校を卒業。終戦時は陸軍中佐。陸軍騎兵学校の教官を務め、太平洋戦争時には大本営参謀としてガダルカナル作戦に参加。戦後の1947年 GHQ の指令により10月14日、功績離脱。東京都旧芝区高輪の三宅本邸が空襲に合わなかったため、土地の一部を切り売りして竹の子生活を送る。 その後、陸軍主管学校時代にスケートを趣味としていたことから、日本スケート連盟会長に就任する。これが起源となって、スポーツの宮様として、各種のスポーツ振興に取り組むこととなる。大京専務理事、オリンピック、東京大会組織委員長、国際オリンピック委員会委員を歴任し、国際スポーツ界においても、プリンス武田として知られた。1992年、 83歳で逝去した。常吉王には、常正、常次祖ねじ、範子し、のりの三男二女がいる。現在の当主は、常吉王の長男である常正。常吉王の三男の常和は、父常吉と同じく、日本馬術連盟で活躍。また2001年から2019年まで、日本オリンピック委員会会長を6期務める。常和の子、久志康氏は、 皇位継承問題に関しては、不敬意辞論を支持する、胸の発言を行っている。反例不都は、三宅当主。武田具高級王。常吉王二礼子。常政大本子典子常次王常和。久し木広子高賞常知久し安史常俊、ありがとうございます。